さんこんにちは、鈴鹿です。今日のティータイムウィズミーはこちらの3つのトピックスについてお話ししていきたいと思います。我が家にオレオもやってきたということで、こちらちょっとさっき1枚食べちゃったんですけど、コーヒーのお供にオレオを食べながらお話ししていきたいと思います。先日おじいちゃんおばあちゃんがコストコでオレオ買ってきてくれて、オレオあんまり普段買わないのに、まあオレオっていう名前にしたんで、まあ多分オレオを買ってきたなと思うんですけれども、はい、では早速ティータイムウィズミーやっていきましょう。はい、乾杯。オレオってなんか無性に食べたくなるときないですか？うん、久しぶり。じゃりゃん、食べます。いただきます。うん、この甘みが美味しいね。まあ、というわけでね、オレオが我が家にやってきて今で2週間ちょっと経ちました。で、先日検診の方にも行ってきまして、で4月頭に一応ワクチンもう1回打たないといけないんで、まあそっからね、もう少し時間的にも長くゲージから出してあげられるようになるんですけど、ちょっとね、咳がね最近出てて、結構犬も風邪がありまして、ケンネルコフっていう風邪があるんですけど、まあその可能性が高いということで、環境の変化でちょっと風邪をひいてしまったりとか、まあそういう子犬ちゃん結構多いらしくて、でそんな大きななんか病気とか気管支が弱いとかじゃなくてよかったなと思ってるんですけど、すごい成長が目に見えてね、毎日わかるんですけど、やっぱね、来た時より体もね結構がっしりとしてきて、またレムに比べたらちっちゃいんですけど、やっぱ全然違うんですよ。なんかがっしりとしてきて、そのジャンプ力とか、その吠える声のなんていうのかな、吠え方とかも全然変わってきて、すごいね、なんか我が子を見守るかのような感じで、動物の成長を目に見えて感じるっていうのはすごい神秘的な感動を覚えますね。はい。で、本当はオレオをね、一緒にここでちょっと出したかったんですけど、もうティータイムもちょっとオレオ出てほしいなって思ってるんで、こうオレオミーツオレオみたいな、いつか多分登場してくれると思います。はい。で、オレオが来たことによって、多分そのレム的なポジションからの意見として、今まで自分の匂いしかなかったところにそのオレオの匂いが加わってきて、ちょっと混乱してる感じがちょっとあるんですよ。で、ちょっとそのワンちゃんを飼われてる方とか、その私たちと一緒でこうシニア犬、まあ、1匹のワンちゃんいて2匹目迎えたとことか、そういう方にちょっと聞いたんですけど、なんかね、おしっこをすごい家でするんですよ。今までそんなおしっこその辺でしたりとかしなかったんですけど、オレオが来てから割とその辺でおしっこを頻繁にするようになって、親戚も同じようなことがあったらしくて、他のワンちゃんが家に入ってきたりすると、ちょっとおしっこその辺でしちゃったりとかあるみたいで、これはなんか気持ち的な精神的なものもあるらしいんです。マーキングとかの意味もあるんですけど、経験のある方おられたらちょっとね、コメント欄にお願いします。最大2匹同時に飼ったことはあるんですけど、中と外っていうパターンばっかりだったんですよね。小型犬と大型犬っていうパターンばっかりだったんで、今回ね、その中で室内犬2匹っていうパターン初めてでね、犬ってこういうことも起きんやなって思っているんですけれども、ちょっとね、ワンちゃんの相談お願いしたいです。まあ2匹飼い出したんで、その犬のカテゴリーもちょっとね、こう深掘りしていきたいなと思ってますので、多分今さっちゃんと2人ちょっとじゃれて遊んでる。めっちゃ泣いてるやん。で、ついに明日断髪式です。皆さんにもう本当にしつこいぐらいご相談していた髪切るか切らないかっていう話ねやっと思い切りまして行ってきます。この動画が上がってる頃には新しい髪型になってると思います。はい、
楽しみですね。すごい、ちょっと今の会話があんまり気に入っていなくて、ちょっと変化したいなと思ってたんで、すごい楽しみです。もう最近美顔針も行ったんですけど、本当にね、分かる方には分かると思うんですけど、もう乱れを感じる乱れてんの。結構食べ過ぎててね、最近こうむくみとかもすごい気になるんですよ。その結構脂っこいものとかも食べてるから、リセット期に入ろうと思いまして、ダイエットも改めて決意しまして、目標はマイナス2キロです。まあ1キロでもいいんですけど、正直1キロでもいいんですけど、マイナスまあ2ぐらいだいたい痩せられたらなと思っていて、もう始めてるんですね、ダイエット。周りの環境の影響をすごい受けやすくなったって前にも言ったと思うんですけど、ハリをね始めたいなと思って、今は顔だけなんですけど、ちょっと体の方もやっていこうと思っていて、肩こりがすごいんですよ。そのどうしても編集とかを長時間するので、肩こりから首、片頭痛もちょっと持っているので、整える方も頑張っていきたいなと思います。自分の体を自分が一番分かっている人でありたいので、なんかちょっと整えにかかります。はい、ダイエット動画出そうと思っていた矢先、自分自身がちょっと太ってきたんで、これはちょっと説得力に負けるなということで、オレオ食べてるんですけど今自分をちゃんとシュッとさせてからやりたいなと思います。今はねちょっとダメです。ちょっとそろそろ家族でもね旅行に行きたいなと思っているので、旅行ってやっぱりどうしても食べるし、旅行の時はセーブしたくないので、そこまでにちょっと落としてから行きたいなと思っていますので、まあちょっとこの美容の話などすごいちょっと語ってしまいますので、早くダイエット動画を出してほしいという声たくさんいただいているんですけれどもね、自分自身がその矢先に太ってしまってはどうしようもないのではい、というわけでですね、まあ、本日はオレオの話と、若干レムちゃんの話、そして、自分自身のね、ちょっと乱れを感じて変化させたいというお話を、この3つのトピックさせていただきましたけれども、もうすぐ4月ということで、始まりの月ですのでね、来月はちょっとハッピーな感じでスタートを切れるように、皆さん頑張っていきましょう。このティータイムウィズミーも最近月1ぐらいではできているので、すごいいいペースかなと思っているので、末永くティータイムウィズミーよろしくお願いいたします。下の概要欄に私のインスタグラム、ツイッターの URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。